皆さん、こんな経験ありますか？お前ってさ、なんかペットとか飼ってんの？あ、俺はまあ一応、ヘビ飼ってるけど。え？ヘビ？なんてこと。どうも、無名のアクアリストです。爬虫類好きって何かと変な目で見られちゃいますよね。例えば、こんな検索してる人もいます。虫類好き、スペース、頭おかしい。俺のことかな。今回はなぜ爬虫類が嫌われるのか、理由を述べていきたいと思います。それでは行ってみよう。理由1、毒が怖い。私たちが飼ってる子で毒がある子は、まあ、セーブシシバナヘビぐらいでしょうか。でも、一般の人がヘビって聞いて想像するのは、マムシやハブだったり強力な毒を持ってる生物だったりします。だからヘビって聞くとうぎゃーって叫んでしまうんでしょうね。理由に噛まれそう。確かに爬虫類飼育者の中でも噛まれたって方は何人もいるのではないでしょうか。僕もトカゲ類を捕まえた時は必ずと言っていいほど噛まれます。もちろん全然そんなに痛くありません。ただ、例えば大きいヘビに噛まれて大怪我をしましたみたいな動画がおすすめに出てくるとちょっと怖いですよね。理由3、気持ち悪い。もうこればっかりはどうしようもないですね。もう根本的に爬虫類が嫌いな人の意見だと思います。まあ人間全てが全て同じではないですからね。皆さんみたいに正常な方もいれば、僕みたいにぶっ飛んでるヤバいやつもいます。では次に、爬虫類は根本的になぜこのように気持ち悪がられるリドバー漬けっていうのを原因を見ていきたいと思います。よし、言えた。原因1、犬や猫と違い愛想がない。ワンちゃんや猫ちゃんは表情がしっかりしているところが可愛いですよね。でも、なんて言うんでしょう、この爬虫類の表情がないところが僕は好きなんですよね。皆さんも理解していただける方いるのではないでしょうか。ただ爬虫類嫌いな方にとってはこれが不気味でちょっと気持ち悪いのかもしれません。原因に普段あまり目にしない。僕みたいな物好きでない限りなかなか朝早く起きてトカゲを捕まえに行くなんてことをしないと思います。ヘビなんかもなかなか見る機会はないですもんね。ちなみに早朝にトカゲ取り行くと大体ランニングしてるおじちゃんおばちゃんからめっちゃ変な目で見られます。かなち。原因3、テレビとかの影響。皆さんこんなテレビ番組見たことありますよね。世界の超危険生物トップ10みたいな。このテレビなども含め爬虫類嫌いを加速させているのかもしれません。ここまで見てくれたあなたは多分爬虫類大好きな方ですよね。共に爬虫類の魅力を伝えていきましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。明日は爬虫類飼育者あるあるです。爬虫類飼育者ならわかるあんなことやこんなこと、ぜひ楽しんでってください。それではご視聴ありがとうございました。